ベルンハルト・モーリック・ビルヘルム・ベルンハルト・モーリックは、ドイツの作曲家、バイオリニスト、ニュルンベルクに生まれる。アルザス出身のファゴット奏者、バイオリニストの父、クリスティアン・モーリックから、音楽の手ほどきを受け、早くも6歳で、公開演奏を行う。ニュルンベルクに客演した際には、ルイ・シュポアに、バイオリンの指導を受けた。後に、ミュンヘン大学で、ピエトロ・ロベッリにバイオリンを指示し、 アンデアウィーン劇場の楽団員に就任。1820年にロベリの公認学士として、ミュンヘン宮廷楽団に入団し、団員のフルート奏者テオバルト・ベームと親交を結んだ。1825年に結婚して一条を設ける。1826年に、フランツダンツの公認学士として、シュトットガルド宮廷劇場に任命され、23歳の若さで、 旧廷学長兼コンサートマスターとして活躍し、ロシアやイギリスなどで演奏旅行を行った。1849年から1866年までロンドンで演奏家、作曲家、教師として活動し、1861年には英国王立音楽院の作曲法教授に任命されている。最晩年は再びシュトゥットガルトに戻り、 死去まで同志郊外のカンシュタットで過ごし、同地のウフ教会付属墓地に埋葬された。作曲家としてのモーリックは明らかに徹底した独学者であった。作品にはモーツァルトやベートーベン、メンデルスゾーン、そしてとりわけシュポーアに影響されている。バイオリン曲の作曲家としてはシュポーアと肩を並べる存在だった。ベルリオーズやシンドイツ学派の動向には眼下されていない。 モーリックの作品の中では、公共曲や6つのバイオリン競争曲、当時は非常にもてはやされたチェロ競争曲、今日でもしばしば演奏されるオーボエ競争曲のほか、フルート競争曲が知られている。その他に、室内楽や2つのミサ曲、数多くのリートを残した。ベルリオーズは、モーリックのバイオリン演奏をことのほか好み、またモーリックのチェロ競争曲を 1860年8月27日にバーデンバーデンにおいて指揮して成功に導いている。ありがとうございます。